今話してる。バギー。大丈夫。体固定したもん、目の前バーンっていったら、やばいの。
はい、せーの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 、どこまで落とせるか、うん、水抜きで、うん、それが69でまだ余裕があって69だから、うん、あと500とかは落とせる、落とせるって、68だっけ、55だよね、5枚なんだよね、だから前日減量で、うん、前日パーサー67とか、うん、そのぐらいにして2キロぐらい半身浴で、朝飯昼飯食わなければ結構いけちゃうかなって、飯が大体1キロぐらいやっぱ水分も入れると取っちゃうんだ、うん、それだけで、あと正面だって、いいと思うんですよ、軽くなった分全身でやろうと思う、うん、重さがすごい強い、せーの、引いてもなろう、せーの、完全に横でいかない、横でもちょうど硬くなっていくかね、少し休みました、筋トレ、うん、じゃあ回復して、回復させた方がいい、よし、よし、捕まったぞ、捕まったぞ、こっからだ、ついてないよ、あー、大丈夫だ、勝て、足の差が水曜来たんです、あー、みたいだね、ちょっとすぐ痛いって言われます、左吉村さんと言ってほしかったな、いやー、無理だ、ありがとう、島県の風で、あと河合さんがめちゃめちゃ強かったね、強かったね、感じます。イタリアを超えました、これは。超えた。はい。これは本場超えます。手作りですか、これは。手作りです。すごいですね。手作りです。当たり前ですけど。超うまそう。
留め金が1個なくなっちゃったからネジ刺したね。
が取りやすかったんですよ。それは、その上には釣りにちょっと弱くなってた。紙には強いけど、紙には強いけど、ちょっと使えると抜けちゃう。そこだけ最初釣られないように足が持ってない。相手の前の色の本当は殺すつもりだと見に行く。紙は俺なんで。
ましょう。じゃあ、せいじゃん。よいしょ。